通告をきちんとしてます。24年度予算編成において大震災の教訓を踏まえてということが通告内容にあるでしょうか。なぜそれが伝わっていないの。私はね、24年度予算審議だから何が反映されているのかというのが最も大事だと言ってるんですよ。通告が届いてなくて答弁ができなかった、どうやってこれが審議になるんですか。防衛大臣、防衛大臣、まだ指名してないから大変失礼だけど、ちゃんと質問を聞いて、ちゃんと質問を聞いて手を挙げて僕が言ってから上がる。はい、田中直樹防衛大臣。大変申し訳ございませんでした。24年度の予算ということで、原子力災害等へのですね、対応能力の向上が必要である、また輸送能力の向上、そしてまた情報通信能力の向上が必要であるということの認識でございます。石破君、輸送能力の向上は具体的なんですか。田中直樹防衛大臣。輸送機のですね、C2 の取得ということでございます。石破君。副大臣に答えさせてください。副大臣。渡辺修。本来これは